はい、今日はね、今ひばだこなんですけど、こちらバスデーのシュガーアミノスリムですね。これのバッティ、バチバチバッティの魚住つばちちゃんとチカちゃん、ね、バスデーのイメージガールのチカちゃんの限定カラー、オリジナルカラーですね。これでちょっとやってみたいと思います。まあ、針はね、交換してあるんで、これそして目がね、鼻になってるんですよ。目が鼻に、まあ、シュガーミノースリムで、これヒバダコですごい釣れるんですよ。まあ、今使ってるのがナイロンラインの10ポンドなんですよ。まあ、多分このルアー使うのに6ポンドとかもっと細い方がいいとは思うんですね。ただ、このシュガーミノースリムのすごいところが、10ポンドでもちゃんとダートしてくれる、大きくダートしてくれる。普通このサイズで10ポンドとか使っちゃうとあんまり動かないものが多いんですよ。でもシュガーミノースリムに関してはすごいダートする、いい感じに横にスライドしてポンポンポンと行ってくれるんで使ってます。今ね、ボイルしてたんですよ。ボイルしてたところにやったら、来た。バチチカエブリワンカラーですね。ちょっとちっちゃいけど、ありがとう。これで来た、イエイこのカラーです。目が似てるね、ほら目が赤赤。このサイズかこのサイズか、今日は。岬の先端をね、通してみました。これです。イエイ。ほんのちょっとサイズアップ。これ今日一じゃない。ねえ、やったー。今ね、追ってきてたんですよ。ほら、追ってきてて3匹台で、でチョンチョンチョンってやって、もう下でね、ずっとね、いつ来るいつ来るみたいにやってて、やっと来た、イエイ。
今使っているシュガーミノスリムなんですけど、これねリジットモデルなんですよ。ウエイトが固定されているんですね。重心移動するタイプもあるんですけど、それがねその重心移動ねしなくてもこんだけ10ポンドで飛んでってるんで十分なんで、まあ、重心移動するタイプになったらさらに飛んでってくれるってことですよね。すごいね使いやすい。1日ちょん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 やってても疲れないし、ほんとねダート幅がすごい広いんで、シュガーミノスリムなんですけど、まあ、スピンズでねやった方が圧倒的にいいので、あのベイトでねジャークが苦手とか、あんまりベイトでミノを飛ばせないよっていう人には、スピンズでねやるのにちょうどいいサイズだと思います。まあ、実際ね、今日このカラーしか持ってきてないんですけど、まあ、いっぱいねカラーがあるんで、で目立った方が面白いと思う。ミノがどこにあるのか見えるんで、ナチュラルよりか派手な方、まあ、ヒバダコねクリアレイトなんですけど派手な方がいいと思います。じゃあ上がりましょう。